マピアキューです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコースマリオダイズフロムウェイティングバージョン10ということで、待つことによってマリオは死ぬということでしょうか。ということはこのコース落ち着いたらダメだと、そういうコースだと思うんですよ。まあいつもしっかりと落ち着いてプレイができている僕とすごく相性が悪いコースかもしれないんですけど、今回は特別に、超特別に、わーわーギャーギャーと騒ぎながら世話しなくこのコースをプレイしていきたいと思います。まあとても不本意なんですけどね。どの口が言ってんだお前は、もう黙っとけ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.89%。 そういや2つ前の動画にさ、ピオキングは初見の方じゃなくてもヤバいやつってのが分かるってコメントにめちゃめちゃいいねがついてたんですよ。なんなんだそれ、なあ誰が押したんだ一体。あー答えてただ一つだけ言わせてほしい。この動画を好んで見てるそこのあなたもヤバいやつだから、もう手遅れだからね。こっち側の人間だから、ヤバいやつとつるんでるやつはヤバいやつみたいな、もうそういうイメージでいいよ。早く進めろって思ってるんでしょ。まだまだだね。僕は言いたいことが視聴者さんにたくさんあるんですよ。この動画見てくれてありがとう。じゃあこのまま右に進んでいきますか。今ちょっと噛みそうになったね。はいどうもこんにちは。オンオフをしてここでハテナブロックを叩いてすぐ右の土管に入る。土管に入れませんね。開幕なんもね。みんな一つ気にならなかった、開始早々この下何があるのか。毒出まーす。僕もさ、この動画出した時にピオキングはかっこいいやつっていうコメント残しておこうかな。そしたらそれにめちゃめちゃいいねが来るみたいな。もうそんなことしなくていいから、もういいねとかつけなくてもかっこいいっていうのは分かってるから、きっと3以内のいいねは来るよ。そしてここは中間ポイントがあるのか。っていうことはやっぱりピンコインコースだね。今気づいた。何枚のピンコイン、5枚か。ということは4つ行き道があるってことだから、とりあえず左上から順々に攻めてみよう。さあオンオフがあるな、一旦このオンオフはしてみる。この鉄球こそが、まあこっからが普通の方とは違った動画だね。普通はもうオンオフしてすぐ上に逃げればいいだけの話なんだけど、僕はさっきの恨みを晴らしたいんで、あの鉄球こそを倒したいと思います。こいこれ、オンオフからのファーブロック、そして矢印信用していいのかい。矢印を信用したいと思います。そしたらなんだ誰が来るんだここに。台湾か、ここは裏闘技場か、誰も来ないじゃねえか。ここは左押しっぱだ、そういうことだろマリー。あの50コインを取りつつさらにあのブロックにも入らない、そういう神業プレイを見せていく。さあここで土管に入ってあの50コイン取ればいいのか。はだーそういやさ思い出してやられてきたんだけど、あの小学生とか中学生の頃あるじゃん、あの自転車をさ両手に手突っ込んでハンドルを握らないで乗るみたいな、それがめちゃめちゃかっこいいって思う時期なかった。でそれさ思いっきり盛大に転んだってことだって情けねえなと思ってさすいませんこんなしょうもない昔話を。でも一人はいるんじゃない、同じ目にあった方。よっしゃもうちゃんとやっていこう。ここで待っておけばいいっていうことでしょう。そしたらフラワーが取れてこの上に行けるっていうのがさっき見えたんだよね。そしてこっから、なるほど、デカキノコを取ってこの下に行けばいいのか。そしたらさ、さっき右下に行ったこの砲台がいなくなって先に進めると、そういうことですね。地獄へのね、これさ一つのルートめちゃめちゃ早いんじゃない。じゃあここはジャンプしなかったら先に進めるっていう感じだったね。そしてここでオンオフをしてドアに入ったらここはもう終わりっていう感じなんじゃないかな。あやっぱ早いね。それじゃあ次の場所に行きたいと思います。次は左上の土管入っていこうか。そしてこのコース名の待ってたら死ぬってコースとあんまり関連してないのかな。そして右上なんだキモかわすぎやろ。じゃあこのリンク取れるのかな。あ取れるんだね、あぶねえ。あの魚くらいかよ、そんくらい。僕は反射神経系 YouTuber だよ。違うよリンク、そっちじゃないよ、右に投げなきゃいけないよ。どうも反射神経系 YouTuber です。そしてここでガリガリに食らってここのオンオフをして右に行けばいいのかな。あのファイヤーは取りたいよきっと。なんでオンした瞬間すぐ右に行く、これで正解なんじゃないか。よく見るんだマリー、ここはそんなに難しいところじゃなかったぞ。オンオフをしてファイヤーを出せば先に進めるだけじゃないか。そして左に P スイッチがあるけど、あの P スイッチを押した瞬間右にダッシュ、きっとそれで大丈夫。オッケー。ーあのさ、冷凍庫が埋まりすぎてて何も買い足せないことってない？今ね僕んちそれ
だからなんだよ、クソどうでもいいんだよそんなこと。マジごめん、何言ってんだろうね僕。あ、ここピンクい、あ、2つはくれないか。っていうことはここでもう一旦終わり。あ、終わりっぽいね。じゃあ次の場所行きますか。はい、皆さん、ここからはピオキングさんからお願いされまして、このコースのガイドを務めることになりました、ピオキンコと申します。皆さんと一緒にこのコースを楽しく回っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあ早速進みましょう。まず左上をご覧ください。コインがあります。まだ1枚も取ってないですね、このマリオは。全然金に貪欲ではないんでしょう。きっといい方です。じゃあここでマリーさん、ハテナをお願いします。今のピオキンコめちゃめちゃ疲れたね。すごく汗をかきました。マリオのゲームをするだけでこんなに汗をかくことってある？普通絶対ないよね。普通汗かくって言ってもさ、いや違うんだって。普通マリオやりながらかく汗って言ったら手汗ぐらいじゃん。僕今全身びっしりかかってるからね。マリオやりながらこんな全身に汗かくやつなかなかいないと思います。そしてここ変わるんじゃないとか、絶対変わるなよ、変わるなっつってたろ。これもう無敵時間を利用して右ダッシュでいけんかな。あー無理だね絶対に。じゃあ上の30コインを取れっていう感じか。そして下に行けな、うん、シンプルでいいね。あのバーを越えた瞬間すぐ左にダッシュしようか。多分これでフラワーが取れるってことでしょう。そしてこの下抜けていけと。チビにならなくてよかったかな。チビが正解。いやこれジャンプして、すげーして、一旦ジャンプしてみる。でドアに入っていく。何ここは。え何ここ、なんかすごく面白そうなんだけど。じゃあこの間もう一回オンオフして先に進めっていう感じかな。左上なんかすごい凝ってるね。そしてここでオンオフをしたら先に進めると。さっきの場所は何だったんだろう。すごい面白かったんだけど、何かの罠期待したんだけど何もなかったね。それじゃあ次の場所行きますか。じゃあこれでラストなんじゃない。このドア入っていきましょう。そしてここは右に行けばいいのかな。この1キャップをギリギリで取ら、いやまだ僕は罠に引っかかってないよ。これは何が出る。あれ何も出ないね。見てこのスレスレ、鼻先スレスレ。ここ一旦ジャンプしてみようか。あ、いやちょっとミスってしまったけど、これが実は正解っていうパターンもありえるよ。この下足場があるきっと。やっつあつ。そしてこのシャー、さっきさジャンプミスしてしまったけど、この上すげえ気になんな。オンオフからのすぐ右、そして右側でこのデガキノコを取って、このリンクまで取る。そして右側に氷ブロックが見えるんだよな。どっかにファイヤーフラ、これか、絶対なんか出てくると思った。左側でさあ行きましょう。このブロックが消えたら先に進めると、そういうことですね。これはチビにならなくてもよかったっぽいね。さあこっからどうする。もう何も考えるな、ピオキング。コース名に書いてあっただろう。待ってたら死ぬと。なんで、もう何も考えずに先に進もうじゃないか。オンオフ。そしてここでハテナブロック。そしたら人生オフ。そういや、近道 USJ に行くっていつかの動画で言ってたと思うんだけど、その時のコメントでさ、スーパーマリオランドだったっけ？そこでコインコインコインをしてくださいっていうコメントがめっちゃあったんだよね。いや、そんなのしたらめちゃめちゃ迷惑になるからね。あんなみんないる前でさ、ゴイ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 って、何あいつすげえやべえやつやって絶対思われるよ。あ、こっちでよかった。そして上か右、2分の1だな。右を信用してみるか。数々2分の1当ててきたよ僕は。それじゃあ今回は早いけど、もうゴールなんじゃないんですかね。ここでピンコイン集めたら鍵ドアに入れると。ゴールボールよ、姿を現すがいい。それじゃあ最後の鍵ドアの場所まで行きますか。さあ来ました。願わくばこの先すぐにゴールがあってほしい。さあどうなる。ゴールがあるじゃねえか。いやこれ絶対待っててよか。待ってたらこの P が発動して先に進めるとか、そういう仕掛けだと思うよ。なんでちょっと待ってみたいと思います。いやちょっとやめようか、めんどくせえ。やっぱすげえこっちも気になるしさ。そしてピンコイン、あ、中間手に入れてこの先に進めるってこと。あーなるほどね。そしてこの先でゴールできるとか、そういうことなんじゃないかな。やっほー、もうじらしやがって。まあまあまあいいでしょう、そういうじらしプレイ僕好きだよ。そしてここで What's now? 今何してるっていう感じなのかな。いやー違うね、今何、いやこっちが聞きてんだよ。今何はこっちだよ。それは何ですかー。
え、鍵手に入れれるのかな。こっから鍵、あー手に入れれたね、よかった。こっから先で行ったらクリアできるっていうことなんじゃないかな。頼むクリア。そしてもう一回最初からやり直しとかはきついよ。やった。いや最後の最後に焦らせるねこのコースは。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ビッグマリオパズルということで、コースにはさパズルって書いてるけど、デカマリオになってブロックを壊しながらゴールしろっていうことだろうね。まあ、正直さすごく簡単そうに思えない。ただクリア率はめちゃめちゃ低いんだよな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.54%。まあこれでも子供の頃ジグソーパズルやロジックをかなりたくさんやってきたからね、ちゃちゃっとクリアしていきたいと思いますよ。さあまずデカマリオになって、まあこのねブロックを壊しながらね、どうにかして上に行けっていうことなんかな。多分上に行ったらゴールができますよみたいな、そんなことだと思います。まあ一旦適当に壊してってみる。こうやって適当に壊してったら実は先に進めますよ。とりあえずこの上のブロック壊しておこうか。そしてこっから上に上がれないかな。うわ一段足んねえか。じゃあここのブロックを壊して、次この1個のブロックのところ行ってみようか。この上、うわー行けないの。いやブロック一段上行けないんだね。じゃあこうやって、うわ惜しい、あと1個で行けそうだったね。今のでなんとなく読めたかもしんない。下に3つ並んでるブロックがあるじゃん、4つじゃない方。そっからどうにかして上がるとか、そんな感じなんじゃないかな。だから真ん中の方開けて右のブロックからジャンプして上に登っていくみたいだ。いや絶対そうだと思うよ。だからここの真ん中の方ブロック先に開けておこうか。そしてここも開けておく。でこっからどうするかなんだけど、こっから行けないかな。ワンチャン、はいはい。もう終わった。これむずっけ。大丈夫だ、絶対に合ってる。ここでまず上のブロックを壊す。そしてこっからなんだけど、やっぱりこっからここに行くしかないもんね。そして、あ、わかったわかった、次見てて多分クリアできるかもしんない。ちょっとごめんね、黙る時間が多くなってしまうかもしんない。ここまでは絶対合ってると思うんだよね。でここも1個壊して、次右に渡るときにさ上のブロックも1個壊す。これで先に進めるんじゃない。頼む。パパカパー。なぜしゃがまなかった。しゃがんだら簡単に上に行けただろう、きっと。こっからしゃがんで上、いや絶対来たよこれ。さあゴールしたいと思います。こっから上にジャンプして、ここでゴール。いや違うんだって。壁を用意しといてくれよ。そこは上に行けなくなるさ、絶対壁があると思ってた。じゃあここは上に行って、また落ちるとこやった。いやこれは面白い一発マリオだったね。見て見て、無事最速を取ることができました。高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。